はい、ワドツー、ワドツーでございます。どうも。あれ、タバコこっち。はい、ワドツー、いらっしゃい。なんで彼女呼ぶの。ていうか昨日ふわっちで顔出してたよ。彼女今度いるよ。はい、ワドツー、昨日顔出してたよ、ふわっちで。ふわっち超楽しかったわ。すげえぞ、ふわっち面白いね。やってみたら全然面白かったよ。ふわっちハマりそうなんだけど、俺ふわふわするのにハマりそうなんだけど、ふわふわするのに僕はふわふわしようかな。初見さんいらっしゃい。結構人も集まるしいいですよ。なんだ、釣りか。何釣りって、何が釣りなの。ハチはどっち。彼女後ろにいるよ。あー、そっか、カップル配信ってタイトルにしちゃったのか。すまん、俺が悪かったわ。あ、そういうことか。なんで女出せ女出せってこんな言われるんだろうと思ったらカップル配信だったわ。あ、ごめんごめん、これ昨日のこれ変えるわ。釣りじゃねえわ。春さんいらっしゃい。うん、ごめん、女の子は出ません。今後ろに寝てます。うん、なるほど、だから女出せか。この BGM ね、多分ね、はじめ社長とかが使ってるらしい。はじめ社長じゃん多分。これか、あと誰だっけ。ふわっち面白かったよ、すげえ面白かった。稼げるかどうかわかんないけど、みんなが言うには30万か40万は稼げるって言ってたよ。和道だったら1ヶ月3、40は硬いよみたいな、うん、みんな言ってた。絶対嘘だろうと思ったけど、どこも行かないよ別に、普段着だけど。おしゃれなんかしてないよ。今日外配信やろうかなと思ってんだけど、ネタを今考えようと思って。まだネタはない、ネタはまだない。我が輩は人間である、ネタはまだない。すごいね、3万ももらったんだ、すごいね。なんかアイラが600万稼いだらしいよ、1ヶ月700万だ。すごいよね、最近かっこいいぞ。そう、全然普通だけど、うん、700万すごいよね、バケモンだよね。でマンスリーって言って、閲覧1位、マンスリーで1位取ると1万円もらえるんだって。すごいよね、金ばらまきまくってる、もう金の亡者みたいなサイトだよね。ふわっちという名前とは全然裏腹じゃない？
ニコ生が回線重いんだよね。ニコ生の回線が昨日からすっげえ重たい。うん。ごめんね。なんか昨日から調子悪いんだよ。ノンタンはコツ。ワドタンだよ。ワドタンだお。はい、タン。ワドタンはね、とっても、お腹ペコペコなの。ワドタン。はい、あれ、ノンタンどこ行った、ノンタンじゃねえ。なんだっけ、あれ。メルタンどこ行ったの、そういえば。あのお化けどこ行ったの。画質かなり出力上げてる。いや、ふわっちに合わせてるわけじゃないね。ニコ生が一番画質いいんだよ。メルタン放送してんだ。今度見てみようかな。うん。あのね、あんだけね、アイドル並みに囲われてたのにね、わざわざ自虐にネタに走ってね、あの、放送が崩壊したメルタン俺は愛してるよ。うん。Mac の OS。Mac じゃない、これ。Windows の OS。Windows で放送してる。ニコ生。うん。メルタンいいよね。体張ってるっていうか、やっぱニコ生の住民って感じがしてて、あんだけアイドル並みに囲われてて癒されるとか言ってたのに、あの自虐ネタで自らを崩壊させたってバルスだよね、バルス。うん。あれはいいよ。メルタンはいいよ。PC にキャッシュ、あ、それっぽいな。それかも。ちょっとキャッシュクリアするわ。キャッシュだ。うん。イブリスはこつ、キャッシュってクロームをキャッシュをクリアするんだよね。どうやってやるんだっけ？キャッシュのクリアって。編集、設定だっけな。イブリスはコツ、キャッシュっぽいよね。閲覧履歴のデータ消去。クリーナー入れてないね。今キャッシュクリアした。どう？クリーナーなんかおすすめとかあったら教えて。うん。あ、通信が切断。ログイン。
なんか重たいね。パソコンが限界です。パソコンが悲鳴を上げております。パソコン買ってくださいリスナーさん。 PC がもうダメです。新しい新型レッツを買わねえとな。レッツノートを手に入れないとな。なんでノンタンだよりな、うん、年末ちょっとな革命起こさないとな。ニコニコ生放送にこのこうもう新しい数をまたワドタンが吹かさないとな。去年のように年末のワドだからね。台本を書かなければ、うん、台本を書かせたら和道一流だからね。どんな事件を起こそうかな。マジで原因が謎すぎるんだけど、マジでわかんねえ。止まらねえ。今日何放送枠数多い？サーバーの問題か？何の問題なんだろうこれ。ここね、ここ最近だよね。のんたん帰ってないよ。闇将軍がパコった事件の匂いがするな。ほんとかそれ。裏は取れてるのか。闇将軍がパコッただと。闇将軍がミー君とパコ。のんた今ねご飯食べた後だからお眠。千葉のミー君かわいいの。まずか、闇将軍がパコったのか。サーバーオワコン、うん、その説が濃厚だよね。闇将軍ってどんなセックスするんだろうな。やっぱ田中、やっぱベッドの上でも田中角栄の話すんのかな。じいさんの話すんのかな。おどおどすんのかな。ダメだな、パソコンマジでクリーンアップしないとダメだな。ベッドでは竹下登る。ちょっと2だな。ちょっと面白いな。ベッドでは竹下登るか。やべえな PTPT、うん、なんだこれマジで。なんだこれ、ちょっと調子悪すぎじゃね。
他のサイトもこうなってる。どこだけこんなになってんの、おかしいよね。じゃあ俺のパソコンの設定だな、多分変えてないんだけどね。ピロートーク野中ひろむ、すまねえすまねえすまねえ、なんか今日調子がおかしいわ。再起動、再起動すっか。ちょっと待っててくれる？じゃあ2分ぐらい待っててくれる？再起動した方が、治ったかな。はいどうも、ワドツでーす。ワドツー、みんなワドツー、ワドタンだよー。みんないなくなったじゃん。なんで待ってくんなかったのかよ。待ってくんなかったか。くそー。みんなどっか行っちゃったよ。いる？うん、再起動したら治ったね。お、オレンジいらっしゃい。昨日ありがとうね。おはよう。ふわっち始めたんだけど、ふわっち、あれ？ふわっち始めたんだけど、ふわっち面白いよ。ふわっち登録しといてみんな。
ふわっちもちょいちょいやろうかなと思ってるから。ふわふわしたいんだよ。ワドタンはね、ふわふわしたいんだよ。つって。ふわふわしに行くから。あれ、また止まった？おかしいでしょ、これ、絶対。何これ。人、アクティブ、アクティブ何人だっけ？アクティブ80人とかだったよ。アクティブ80の1時間放送やって500人ぐらい来たかな。すげえ人来たよ。おすすめ1位に乗って。ウェルカムモードだったよ。ハズレサーバーかな？これサーバーさ、変えれないのかな？枠を開いた時に選択されんの？枠開いた時なのかな？サーバーって。なんか昨日からほんと調子悪い。クソサーバーなんだけど。ハズレサーバーか。金払ってんだからメンテナンスしっかりしてくれよ。夏の。あ、そうなんだ。枠開いた時サーバー選ばれるんだ。これはちょっとひどいね。昨日からちょっとひどいよ、これ。ワドはバーでカクテルよく注文すんの？ああ、まあ、バー行ったらカクテルだろう。バー行ってカクテル注文しないことも、まあ、あるけど、バー行ったらカクテル飲まない？バー最近あんま行かないけどね。まあ、まあ、カクテル普通頼むと思うよ。てか、カクテルを飲む場所だからね。バーってね。居酒屋でカクテル頼むのはちょっとどうかなとは思うけど、うん、まあとりあえずジントニック、俺はジントニックが美味しいお店が好きだから、とりあえずジントニックは頼むね、必ず。バーテンダーのスキルを見るために。ジントニックはね、作り手によって味が全然変わるんだよね。で、うまいバーテンダーが作るジントニックすごいんだよ。あ、グラスホッパーが好きなんだ。2だね。おしゃれだね。グラスホッパー似合うな。オレンジ。うん。ブラックルシアンをちびちびと。かっこいいじゃん。なんかさ、自分に合う酒ってあるよね。なんかカクテルの面白いところはさ、ほんと、なんかこう、カクテルにいちいち由来があったりさ。なんか自分に似合う酒っていうのをこう選べるじゃん。ファッションなんだよね、だから。味もそうだけど。うん。でもバーはね、酒を楽しむところであり、雰囲気を楽しむところだからね。ぬしも作ってたんでしょ？簡単なカクテルだけだね。俺が作ってたのは。簡単なカクテルしかほとんど作んなかった。酒の数が普通のバーよりも少なかったから。だからスナックだよ、俺がやってたのは。バーじゃないよ、あれは。スナックだよ、スナック。管巻いてる亭主が酒作って出すって店だよ。バーで生演奏最高だよね。いいよね。最高。やっぱね、楽器は生じゃないとね。どうしてもね、生のあの、生音の良さをね、もっと知ってもらいたいよね。ドラムなんかもろ出るからね。
ザズバーとか行きたいな。いいところでね、酒飲みたいよね。内装費ガンガンに金かけておしゃれなバーつけたいよな。この頃ものすごくプライド高くなってるから気をつけよう。俺全然プライド高くなってないよ。なってない、なってない。ベジータみたいになってる。カカロット、カカロット似てねえな。全然プライド高くなってないでしょ。すぐ NG 入れるじゃん。入れてないよ、全然。全然入れてないよ。全然入れてない、入れてない。この頃って、ずっと前からプライド高い。まあ、プライドは高い。プライドはあるんじゃないの？男の子だったら。男の子はプライドを持たないとダメでしょ。プライドない男なんか最低でしょ。プライド以外何にもないんだから。俺からプライド残ったら何にも残んないよ。iPhone 6 Plus。でかい画面のやつ。俺はね、でもね、SE とかが好きだね。デザインは iPhone 5 が好きだね。はい、ワドツー、いらっしゃい。プライド高くなってっかな。全然そんな気しないけどな。もともと高めだからね。ガレージバンドで音楽作らないの。最近レクチド作ってないね。曲は完成させたいんだけどね。プライドを取ってもノンタンが残る。そうだな、俺には今ノンタンがいるからね。2年前よりは丸くなってる。ああ、まあそれはね、昔尖ってたよね。昔はね、やっぱね、生ポ受けたてだったからね。俺もキレッキレだったからね。ノンタン後ろにいるよ。ノンタン好きだな、お前ら。ノンタン後ろ。お前らのアイドルだからな。お前らノンタンのこと狙うなよ。俺の女だからな。トリオツー。